甲府大館所は、海の国の大館所。教皇9年以降、海一国が、幕府直轄領となった以降の大館所で、現在の山梨県甲府市中央3丁目に所在する。甲府大館所跡である旧藤川、小学校大館所の所在する長善寺前は、甲府城2の堀東に位置する内閣外の武家地。東西に長く、中央には南北通りが通過し、 北側には東流する藤川が流れ、南北通りから藤川に架かる橋を経て、長禅寺前参道に至る。南側は町人地を威嚇する甲府城山の堀があり、南北通りは堀を隔てて魚町通りに至る。甲府大干所は長禅寺前に所在したことから、長禅寺前陣屋とも呼ばれる。大干所は南北通りの東側に位置し、西には 同心組屋敷や牢屋が所在していたほか、二十歳も見られる。長禅寺前は、明治5年に、藤川町と改称し、大観書後は、甲府市立藤川小学校敷地内にあたる。南方は、甲府城下町の中心市街地で、東西に、甲州街道が通過し、府中一の良きところ、恨み寒話と評され、甲府町と市より屋敷や、考察場の存在する、 甲府八日町に近接する。海の国では、天正十年の武田氏滅亡後、徳川氏、豊臣系大名支配期を経て、徳川氏が再量した。甲府は、近世諸島、甲府藩時代を経て、享保九年に、海一国が幕府直轄領化されると、甲府町方は、老中配下の甲府近番支配、在方は環状武行配下の三分大官支配となり、 海の国は再び大官支配となる。また、甲府町域においては、上井田大官所も設置されている。甲府大官所は、教法9年4月12日、山梨軍、駒軍10万国余りを支配所とする、奥の都市活が認じられる。国市によれば、当初は、東高寺村の奇妙院を仮陣屋として発足し、翌教法10年には、現在地に移転する。 慶応4年に廃止されるまで29名の大官が在任しているほか、兼任した大官もいる。支配校は変遷しているが、山梨、駒両軍のほかを3強領の上置分が含まれる。甲府大官所は、江戸から36里に位置し、俗領構成は、一般百姓や町人から採用された甲府爪、江戸爪の手付け、手代がそれぞれ平均9から10名強で20名弱の、 俗領が配属されており、伊沢大官所と比較して、多くの俗領が配属されていることが指摘されている。俗領は、元締めが統括し、くじ方、支配感情格、過半、不審や区などの担当があり事務処理を行っていた。歴代代官のうち、7年以上の在任者は3割以上存在しているが、半数は3年以下の在任期間で、交代は、 比較的激しいことが指摘されている。また、甲府大官には買い、他国の大官所からの転任が多く、新規に登用された甲府大官は見られない。五歴は他大官所への転任が多い。天保7年には、軍内地方から発資会一国規模の一期となった、天保騒動が発生する。天保騒動当時の甲府大官は、犬、一期勢は同年8月22日に、 伊沢塾で打ち壊しを行い、甲府城下へ迫り、翌23日に、井上は、城下東の山梨郡板垣村を守備していたが、一気勢、A、が、甲府城の蔵前を襲撃する風文を聞き、甲府城を守備した。その後、井上は、一気勢の追撃を行っている。慶応4年、甲府大官中山誠一郎は新政府軍から留任を命じられ、長武行を検体するが、 同年8月には、甲府大館所の支配地は、府中県となり、県知事、赤松孫太郎が任命され、甲府陣屋は、府中県役所となる。同年11月には、府中県市川県伊沢県が、会の府として統合され、甲府大館支配は終焉する。大館の編戦、一覧は、上野聖郎が、甲府大館支配並びに、大館歴代表についてにおいて修正しているほか、 甲府市編纂事業においては、金桜神社文書、広瀬家文書における、毎年作成された、年具割付状や年具開催目録における、歴代代官の署名検討から、代官一覧表を作成している。また、山梨県市資料編八金星一両主では、甲府代官関係資料のほか、西沢厚生、海の国関係代官編成一覧を収録している。在任期間。 大官名、前職、五職会の国の初期大官については、村上正金近世初期、公衆系大官衆の系譜について、武田倉毎週を中心にマイナス。ありがとうございます。